動画をご覧の皆さん、こんにちは。想定班の足立です。今週ですけれども、日曜日阪神の10レース大阪ハンブルグカップですね、こちらの方の、昼のデイバローを推奨したいと思います。まあ実績はね、まあ皆さんご存知の通りかと思いますけれども、まあ阪急杯で、2着とオープンでも結果を出すところまで、力はつけてきている馬です。まあこの前がですね、ちょっと案外な負け方ではあったんですけれども、まあ調教師の方から聞いた話によると、どうも気分が向いてなかったと。まあ実際もうレース終わった後すぐにもうぜいぜいとかも言わずにもうケロッとしてたと、すぐ息が入ったということなので、まあそのあたりも含め今回ちょっと中位置で使うということです。まあ専用の方がこの馬にとっては走りやすい条件だと思います。そこまでねこうビュンとはいける足が点にはないので、まあじっくり運んでしまいを生かす形なので、専用の方がいくらか追走がマシになると思います。まあババの方がですね、どこまで悪くなるかというところがまあ鍵にはなってきそうなんですけれども、まあ実際ちょっとやや重でね結果は出てないんですけれども、もともとダートでずっと走ってきた馬なので、まあババが悪くなってもそんなに気になるタイプではないのかなと思います。まあ最後は今回も足は使ってくれるんじゃないかなと思っております。相手の方なんですけど、まあちょっと馬場次第にはなるんですけれども、ここはまあ馬場得意そうな馬がね、ムーンクレスト、ティーハーフ、エポアスあたりね、かなり重馬場になったら面白い、ブラビッシモなどちょっと結構ね面白いメンバーではあるんで、そのあたりがババがどこまで荒れるのかというのがちょっとまだ分かんないんですけども、まあ、そのあたりちょっと相手に入れてみて勝ってみたいなと思います。で桜花賞の方なんですけども、まあ、こちらも困窮者ですね。ミスパンテール、まあこの前が本当に7ヶ月ぶりで競馬だったので、まあ最後の足は本当に見せ場十分でしたし、ちょっとびっくりというか、まあ、期待以上の走り、こちらの思ってた以上の走りを見せてくれたので、ね、まあ確実に上積みはあると調教師も言ってますし、ここはちょっと逆転までないかなと思っているので、まあ、桜花賞をちょっと単勝買ってみても面白いかなと思います。間に、阪神10と11の間に福島11レースの方にもですね、ヒルノデンハグという馬が出走していて、困窮者は今週はちょっと3つともウィン5に絡むところで面白そうなので、買ってみてもいいかなと思います。